自分の環境を少しずつ変えてみるっていうことは同じ会社で働き続けてもできますキャリアのステージみたいなことを上げていくっていうこともできるはいそうですねほほほ誤解だよとこの場を通じてしっかり説明していければだと思いますす本当ですか <laughs> <laughs> 目回しをしようにも人脈がないとできないんですよ確かに ゴールがわからない時代において、こう、小刻みに行き先を決めていくという働き方がとても大事だというふうに思ってます。続けるにもやめるにもちゃんとした理由が必要で、それを自分の中でちゃんと理解できれば、前向きに進んでいけるんだというふうに思うんですた、ね、どり着きましたね。たどり着いちゃいましたね、まあ。いるならその理由もちゃんと自分の中で明確化しようよっていう、そういうコミュニケーションなんですかね。でも、もう相当学べましたよ。 リューダープレゼンツキャリアスキルセット、大浦さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャリアスキルセット一回二回とありましたけども、も、はい、かなり反響が私の周りでも大きかったです。あ、そうですか。はい。 結構、同世代でもこのキャリアスキルセットを見て自分のキャリアを考え直したっていう人がいて、うん、まあそれだけこうキャリアっていうものを自分で見直すきっかけになったのかなというふうに思いましたね。だからあのこういう動画だとかを通して、まあ、まさに考えるきっかけにしてもらいたいですよね。はい、なんかキャリアとかって人に教えてもらうものでも本来ないのでなんか答えがありそうでないようなこのキャリアだとかスキルってことに対して考える本当にきっかけにな,る、うん、なってるのであれば嬉しいなと思いますね。今回これ合わせて 5回ですよね。そうなんです。まあね、1回目、2回目でかなり深く知れたっていう実感がありますので、はい、他に学ぶことあるんでしょうかあるんです、まだまだ。まだありますあるんですよ。はい、3回目の今回は、ずばり何を学べるんですかはい。あの前回の動画の中でもお話をした、同じ会社にとどまるのはリスクの誤回について、今日は。 スペシャルゲスト講師を呼んできてますので、はい。あのやっぱり私一人の意見というよりもいろんな人間の意見で考えていただいた方がいいかなと思いますあ豪華ですね。はい。じゃぜひあのお呼びいただければと思います。はい。はい。では今日はこの方にご登場いただきたいと思います。リュダの副編集長川島由美子さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川島さん。はい。はい。はい。 肩書きとしては、はい龍ダの副編集長に4月に就任されましてあの新卒入社の頃は人材派遣をやってらっしゃったんですね人材派遣の営業をやってらしてその後キャリアアドバイザーに12年間現場にいたということですでその後管理職になってであのライフステージの変化ですねあの女性としてて、はい、出産を経験されて えー、育休産休なんかも取られながら、うん、今は二児の母でありながら、はい、ずっと業務を続けてらっしゃいます、うん、で現場からあの上がった後はあのは、マネジメントという話もしたんですけれども、今は組織開発ですとか、うん、あとは人材育成の専門家で、うん、まあその責任者なんかをやっていた、<ー>そしてこの4月から、リューダの副編集長という新しいミッションになったとということですねまさにプロフェッショナルだと思いますけれども、うんはい、小島さんは、具体的にはこの12年間っていう話ありましたけれども、どんなこうキャリア支援をされてきたんですか。 そうですね私は主に30代の方のキャリア支援をさせていただくことが多かった30代、はい、まさに私も30代ですあのやはりちょっと管理職を目指そうかなとかいやもう少しエキスパート寄りのことの方が向いてるんじゃないかって悩む時期だったりとかもしくは結婚や出産を控えて、まあ、この会社で本当にやっていけるんだろうかみたいなことをキャリアとしてちょっとずつ個性が出る時,代時期だと思うんですけれども、はい、その30代の方に向き合わせていただくことが多かったです。 そそれこそでも女性もこうライフステージの変化でこれからじゃあどうしようかっていう、はい、まあ悩みとか葛藤を抱える人も多い年代世代ではありますすよねねそうです、ね、本当に一人一人がこう人と比べる時期から自分はどうやって働いていくんだろうということを考える時期に差し掛かる時だと思うのであのいろんなまあ男女問わず向き合わせていただいてましたけれどもまあ今回のテーマがその一つの会社にとどまるのは、まあ、リスクっていうのが一つの誤解だよっていう話じゃないですか。はい 本当ですか <laughs> <laughs> そうですね、あの誤解だよとこの場を通じてししっかり説明していいければなと思います私はねあの退社して、はいまあ、ちょっとこうまたポジションというか転職をした側の人間ですので本当に興味深いなと思うんですけども今日はこうどういったことを学べるんでしょうか今日あのホワイトボードにも書いていただいてますよね。 ちょっと三つのテーマでお話をさせていただきたいと思います。もう一つ目は、一つの会社にとどまることのメリットとデメリットをあのしっかりと説明させていただきたいなと思うので、まあ、ハセさんに考えていただいて、はい、どんなメリットやデメリットがあるのかというのを考えていきたいなと思います。うん 2で二つ目は竹の節ごとの棚卸しをしていくことをおすすめしたいなというふうに思っています。ちょっと棚卸しっていう言葉とか聞き慣れないと思うのでここもあともう一つおすすめなのがちゃんと外に開いていこうということなので、うん、あのこういった3つのテーマで今日は進めていいければと思います、うん、この3つのテーマのお話を聞いた後に、はい、たどり着くゴールは何でしょうか、はい そうですねゴールは私の方で準備させていただいてるのちょっと書かせていただきますね、はい、キャリアの主導権を持ち続けるということを本日のゴールにさせていただきますいい表現ですねありがとうございますキャリアの主導権を持ち続ける、はい ですので今日は一つずつここから説明をさせていただきたいと思います。一、はい、つ目の会社にとどまるメリットデメリットというのをハセンさんと一緒に整理させていただく前に <A> ちょっと一つですねデータ見ていただきたいと思いますので、はい、よろしいでしょうか。はい、こちらですねそもそも一つの会社にとどまり続けている転職未経験の方というのがどのぐらいいらっしゃるのかと、うん、いうことをあのリュウだからデータを持ってきておりますが と転職経験者は全体のまあ20代からも上は70代ぐらいまでの方々の中で56.6%の方になります。はい。どうですかねこの56.6%が転職経験者だと言われて多いと思いますし少ないと思います。あ、でも私の想像よりも多いなという印象ですね。あの意外に50%超えて。 転職を経験したでもまあまだ半々なんだなっていう感じですかね。うん、そうですね、まあ、今後の時代の流れからするともうちょっと増えていくんじゃないかなとは思いますけれども、はい、一つのこのショットのデータなので、はいはい、まずこ,この後の話を進める中でこのぐらいの方々が転職をしてるんだということを理解していただきながらお話を進めていただきたいと思います。はい、あと右側ののデータですけれども転職を経験していないなこの43 三点四パーセントの方は、はいえー、転職をしようと思ってるかどうなのかっていうことですね。はい。はい、あ、こっちの方が興味はありませんだいたい半々って言いましたけど、じゃあ転職をしてないまだしたことがない人たちの、はい、ほとんどはもう転職に興味はないっていう、ね。はい。そうです。もうここで勤め上げようと決めてる人も、うん、結構その中にさらにいらっしゃるっていうことですね。は,<ー>はい。だからまあそうか、そう考えると。 まあそれだけ、あの会社にいる、まあメリットを感じたりもするっていうことですね。はい、そうですね。もう自主的にここに留まると意思決定をされていらっしゃる方がこのぐらいいるという全体像の中で、この後話を進めていければと思います。わかりました。 いいですか、私が考えてるじゃ、あの一つ、あ、りがとうございます。メリットとしては、ぜひお願いします。せっかくなんで。すみません、あの、はい、あ、どうぞ、参加させていただき。パセンさんが思い浮かぶ、一つの会社に留まり続けた方がいいメリットから。はい、お伺いしてて、思いつくことなんでもいいです。そうですね、私、まあ、十年間、あの、前職、まあ、t. B. S. っていうテレビ局にいたんですけれども。 まあメリットはあの人材といいますか、うん、あの人脈ですかね。の、うん、社内の中での、うん、あの人材交流だとか、まあ人脈形成ができるっていうのはありました。とてもいいポイントだと思います。<あ>もうもう一つ目も本当正解ですね。分かんないことがあったときに違う部署であってもやっぱ人脈が広いとすぐに聞けますし、はい、あの日本の企業ってどうしてもまだ根回しみたいな文化があると思うんですけど、うんはい、根回しをしようにも。 人脈がないとできないんですよね。確かに、うん。なので、そ,でね、それもおっしゃる通りあの一つの会社にとどまるメリットと言えると思う。そうですね。まあそれはこう年数が重なったりとかあの部署が変わったりすると、うん、よりこう広がっていくなっていう実感はあったんですよね。よねうん、積み重なっていく財産みたいなものですね。一方でデメリットは確かにその人脈形成されるんですけども、はい、まマンネリはありましたね。なかなかこう。 一つのスキルみたいなのが培われてくると、まあ、それ以上、じゃあ、広げようかっていう、その意欲が、なかなか、こう、最大限に発揮されないというか、うん、なんか、こう、もうい、一定パフォーマンスができると、もういいかな、みたいになりがちな気がしていて、まあ、デメリットは私はマンネリを感じました、うんうん。刺激が減ってきてるっていうことですよね。はい、そうですね。うん、あとは、なんだろうな、メリット。えっ、ー、と、まあ、単純に、出世 ずっと居続けることによってキャリアをそれだけ形成するのでこれは個人差あると思うんですけれども居続ければ上がるっていうわけではないと思うんですけれどあ出世の見込みが見えやすいっていうふうに言い換えていいいかもしれなですね出世の見込みに書き直しは上司を見てて何歳ぐらいでこのぐらいの立場になれるんじゃないかなとかそうするとこのぐらいの年収になるんじゃないかなっていう見込みが立ちやすい。そうですよね ななんとなくご自分でその想像ができるので、うん、そこからまあ逆算じゃないですけど、うん、まあ意識的に仕事にも取り掛かれるっていうところはありますよね。はいねうん、あとあるかなデメリットで言うと、まあ、今あの出世って話ありましたので逆に言うとじゃあどこかのもしかしたら組織に行った方がすごく能力発揮できるかもしれないんだけど、うん、そのチャンスが、うん。 失われてしまうのかなそうですね、はい、おっしゃる通りだと思いますあくまでもこれは可能性なんですけれどもその転職をした方がものすごくいい出会いがあるかもしれないし、はい、それによって年収が思いっきり伸びるかもしれないしうん、うん、そういった可能性を捨ててしまっているという意味ではデメリットとも言えるかもしれないですねそうですね、うん、ざっとごめんなさいこれぐらいですかねはいありがとうございます、はい、そうですねあの出していただいて十分かと思いますではもう少しじゃ 足させていただければというふうに思いますけれども、はい、ちょっとですね一つ図を見ていただいてもよろしいですか、はい、ちょっとこちらの図を見ていただきたいんですけれどもラ、はい、イフイベントにおけるストレッサーの順位というものが出ておりまして、はい、転職をするということが第6位のところにありますあ、これはつまりその会社が変わるということ自体が、はい スストレスになりうるいうことと、ねはいこ大変ストレスになるというふうに見えてまして、はい、ちょっと下を見ていただくと自分自身が300万円以上の借金をするということや、うん、自分が怪我をしたり病気になるということよりもストレスが大きいとも言えると,、えー、ということだと思うんですね。ああのなんとなくですけどそれ以上には多くの人が転職みたいなこと、はい、会社が変わっちゃうことの方が ストレスに感じるっていうス、はあ、ストレスが大きいとやっぱりどこか体とか心に異変が起きたりとかっていうね、うん、やっぱりつながっていきますのでそのぐらいある意味、まあ、これもリスクと言えるような選択とも言えるかなというふうに思いますがハセンさんどうですか、はい、転職をされてちょっとストレスに感じたりとか、はい、環境の変化に適応するのに少しこう苦労したみたいなことってありましたかででも本当におっしゃる通りで 私自身はその、まあ、転職を決めてからですよそれなりに今の新しい組織の人と交流はしていたんですけども、はい、いざ転職してみて話して仕事し始めると最初の12か月ぐらいは思ったよりストレスがかかってましたね。うんうん、それはそのネガティブなことではなくて単純に環境適用するっていうことに対して今までわからなかったこと知らなかったっていうことがなんかこう一気に。 ね、降り注いできた感覚があったので、はい、そこに順応するまでには多少ストレスはあったなというのはまさおっしゃる通りでやっぱり最初の3か月間ぐらいは本当に皆さん山場で仕事の仕方も微妙に違いますしスピードとか規模とかも違いますので、まあ、それによってこう強いストレスを感じるたとえハゼンさんのようにポジティブな転職だったとしても強いストレスを感じる方が多いですね。 もしネガティブなスタートでの転職例えば急に会社が倒産しちゃって<ー>、はい、転職をせざるを得なくなってしまったみたいなネガティブなスタートだとさらにあそこにあります2番目と6番目が一気に来ることになるのでよくあの転職をした人が一番最初に感じるストレスって初日にランチ食べる人がいないとか,ど,うあ<ー>かどこに買いに行ったらわからないとかっていうのですらものすごくストレスになると。 確かに私もその最初だから誰に何を聞いていいのかがわからないので,すそ,です、ね、それがちょっとストレスみたいなことありましたね、うん、だから本当それこそじゃあ自動販売機の場所どこにあるんだろうとか,う、ね、かコピー機どこにあるんだろうみたいな、はい、そんな,なんか単純な話でもちょっと喋ったことない人だから、はい、い,いいかな聞いていいのかなみたいな、ねうん、ところもストレスになったりしますもんねでもこれとちなみにその今おっしゃってたメリットデメリットみたいな話になった時に、はい、これどういうふうにつながってくるんですかそうですねやっぱりこれほどのスストレスがかかる ということもやっぱりデメリットだと思うんですね。はい、転職をするということのなので、一つの会社に留まることのメリットと申しますか、あ<ー>まあ安心精神的な安心があるという意味では大きくメリットなんじゃないかなというふうに思います。そう,すうん、そうですね。はい、確かにあのなんか転職することがあの全必ずしも全じゃないというのは私あの一回目で学んでますので、そう,です、ね、そうこの安心っていうのは、はい、まあ大きなメリットですよね。はい。はい。 あとですねデメリットこのマンネリというところからもう少し分解していければと思うんですけれどもやっぱりマンネリが発生してくるとだん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 同じ仕事が繰り返しになっているという感覚があって、はい、自分の市場価値というものが分からなくなっていくこれも一つの会社にとどまることのデメリットですね。これ市市場場価価値値ってキーワーワドですよね、はい、自分の市場価値 で意識しないとわからなくなってくるじゃないですか。だから本当に同じ環境で安心感はあるかもしれないけど、もうだんだんと今どのぐらいなんだろう。 みたいななことになっっててきがちですよ、ね、感覚が鈍ってきますし、ねはいまあ常にその労働市場で自分をさらさないといけないというわけでもないんですけども、はい、時々こうそれを確かめにいくみたいなことで自分の立ち位置を理解するということは大事なのかなというふうに思うのでとど、うんまあ、まることのデメリットと言えるかなというふうに思いますそうですね。そうなってくると、まあ、双方あると思うんですよねメリットもあると思いますしデメリットあると思うんですけど、はい、こういうことをちゃんと自分で一回考えてみるっていうのは重要なんですかね そうですね。ちょっとじゃあ、あの。小倉<お>さんの、あの竹の節を使って、こちらのテーマのですね。二、はい、にここから移っていければというふうに思いますけれども。このデメリットが払拭されていけば、結局リスクは誤解だったね。ということになると思うので、うん、この丸二に話を移させていただければと思います。はい、この市場価値が分からなくならないために、ということなんですけれども。うんうん、あの前回、竹の節の話が。 あったと思いますがこの竹の節ごとにのしっかりと見直しをしていきましょうとそうすれば自分の市場価値がわからなくなるということがないのかなというふうに思いますはい。それって見直すってどういうふうにっていうことがここにある棚卸しっていう言葉で表現させていただいていますあぜんさん棚卸しっていう言葉って何を想像されますか棚卸しは まあ、整理整頓みたいなイメージがありますね。なんか自分の持っているものとか、やってきたものみたいなのを一回整理する そうですね、はい、あのよくスーパーの棚卸作業なんて言いますけど、はい、どこの棚に何がどれだけあるのかみたいなことをチェックしていくっていうその言葉の通りなんですけれどもあの自分がやってきたこととか得たものや感じたことを全部書き出してみましょうとそして整理整頓していきましょうということをここではキャリアの棚卸しという言い方をさせていただいてます。 書き出すことが大事ってことですね。そうですね。書き出していかないと、やっぱり頭の中整理できないかなというふうに思うので、この節ごとに、このタイミングですね。このタイミングごとに、ちゃんと棚卸しをしていきましょうということですねで。そうすると、ここの間がこう、とてもぎゅうぎゅうな、あ、いい節だったなと。 たくさん書き出せていろんなプロジェクトに関われて自分の成長実感もあったし多分これはもし今転職しようとしてもスキルになるんじゃないかって言えるような期間が過ごせたのかっていうことを自分で客観的に見れることができます、うん、でも次にじゃあ節目があった時に棚卸しをしてみた時に例えばここがあなんかスカスカだったな<ー>、うん、忙しかったんだけど、うん、なんか毎日ものすごい忙しい例えばここは3年間だったんだけど、はい スカスカだったなというふうふに思ったら書き出すことがあまりないこれはちょっとキャリアにリスクが生じているのかもしれない、はい、この市場価値が下がっているかもしれないっていうふうに考えていただくことができると思うんですね。そのことに気づくためにだーっと走り抜けるのではなくてやっぱり節目節目でちゃんと自分を棚卸ししていきましょうっていうことをお勧めしたいと思います。はい、これ1点質問なんですけども、はい、まあよく そのじゃあ棚卸しするっていう時ですよ。なんか具体的にその何年ぐらいでやった方がいいみたいなのってあったりするんですか。そうですね。あの決まりはないですけども、うん、あの最長でもやっぱりこの節、はい、あの移動だったりとか職種が変わったりだとか、だいたい三年とか五年ぐらい。<あ>最大でも五年だと思うんですけど、うんうん、そこでは必ずやっていただきたいです。もしあの習慣化できるのであれば年に一回、年に一回やっていただくとあのとても良いと思います。例えば年末年始に。 休みに入った時に必ず1回喫茶店に行って1時間書き出してみるということを習慣化するとかっていうふうにやると<ー>あのしっかりこの1年間の振り返りができてああいい1年だったなとか、うん、ちょっと挑戦が足りない1年だったなとかっていうことがあの自分の中で整理できて良い1年になるんじゃないかなと思います。まあ、とは言ってもですよあの、まあ、どうやったらいいのか分からないって人いると思うんですよ。はい、な何かかその方法があるんですか ありがとうございます。ちょっと一つ図を見ていただきたいというふうに思いますが、お、こういうフレームワークがあるんですね。はい、ちょっと今日はフレームワークを用意してみました。この節ごとに一行ですね、一欄使っていただいて、何年何月から何年何月にどんなところに所属してどんなプロジェクトをやったのか、その時に注力したことや苦労したこと、はい、うん、多分こんなスキルを得たって言えるのかなとか、はい、ということをあの棚卸ししていただくのかなと思います。 これはやっぱり自分でやることに意味があるわけですよね。そうですね。自分で振り返って、はい、自分で文字としてちゃんと記入するっていうことですよね。はい。まずは内省して書き出すということが大事だと思います、はい。はははは。自分の今までのキャリアっていう、はい、キャリアパスというものを可視化するものっていうことですね。はい、はい。おっしゃる通りです。へえ。この取り組んだ仕事内容とか、まあ注力したこと苦労したことっていうのは、これどんなこと書いたりすればいいですか？ そうですね例えばあの大きなお客様を任されたとか、はい、その時に、まあ、どんな苦労があってどうやって乗り越えたのかとかもちろん受注実績何千万とかは普通に思い出して書けると思うんですけれどもそこのプロセスにおける苦労だったりとか工夫みたいなことを書き出していただくと結局それが隣のスキルにに転用されていく<ー>っていくとうことになります結構細かく書いちゃっていいんですか例えば何でししょうね結構苦労したことが意外に ここの人間関係に苦労したなたななみとと、はいと実はこの部署の人たちを仕事している時が一番楽しいみたいなこととかでもよかったりするんですかと、うんうんはい大丈夫です。<laughs> 自分向けに書くものなので細細かければいいいいほどいいと思いますそれは後から職務経歴書に転用するときには、はい、例えばカウンターパートとの協力関係に苦戦したけれどもこういうふうに乗り越えたとかっていうふうにきれいな言葉に書き換えればいいだけですので <laughs> 最初のうちはできるだけ細かくこういう名刺も使って自分で書き出していたければいいかな と思います得た能力とかスキルっていうのを自分でこう自信を持って書くのってちょっと勇気がいるなというか、はい、難しいような気もするんですけど、はい、そこはいかかがですかあの一つはまず日本人は自分のスキル武器を言語化するのがちょっと苦手な、はい。 傾向がもしかしたらあるかもしれないですね、<ー>面接なんかをやらせていただいてたりだとか、はい、キャリアアドバイスする上で、やっぱりいや、大したことないんでって皆さんおっしゃったりだとか、武器とか言えないですっていう方が多いので、まずはこれ、何度も、まあ、先ほど川島さんも言っていた通り、はい、表に出すものでもないので、自分向けに細かく書いてみるといいと思うんですが、はい、まあもしかしたらちょっとヒントになるとすると、はい、これ、一般的なフレームワークにあのスターフレームワークっていうのがあるんですけど、スターフレームワーク、聞いたことありますかスタ,ースターなんで、S はい T A, R. あ、本当に。あ、それ、か頭文字ってことですかそうなんです。<ー>はい。これ、あの、シチュエーション。シチュエーション。はい、まあ、状況とか背景とかってことですよね、はい。で、タスクって言われるんですけど、<う> T はタスク。まあ、はい、起こっていた課題とか問題は何だったのか。うん、何をしなきゃいけなかったのか。で、アクションですよね。アクション。何したんですか。はい、で、リザルト、結果ですよね。ああ、結果ね。で、あのー、 先ほどのフレームワークで具体的に何をしたのかっていう時にどういうシチュエーションというか背景があって。 どういうい状況だだったんけその時にどんなテーマ課題があって何をしたんだっけで結果どうだったんだっけというのをせこういうことを言語化して整理をしていくとうん,、うん、なんかあこういうシチュエーションの時にこういうふうにアクションする傾向があるんだとかこの課題設定を間違えるといい結果がやられなかったんだっていうことなんかが、はい、言語化のレベルが上が上ってくるんですよね,うですねでこういうことをやっているとあの自分の武器だとかスキルに近づく,な近づくというかそういった言語化が少し できるようになってくるので。そういった意味で細かく書いてみた方が。いいかもしれないですね。うん、これだからもう本当におっしゃってたよう、ね、に、年次問わず。うん、まあ、三年目ぐらいでも、五年目ぐらいでも、まあ、毎年でも。やれば、やるほど可視化されていくってことですもんね。うん、そうですね。毎年のように。はい、難しいですよね。あのー、今自分で振り返ってみても。 よく頑張ったみたいな感じでしかないんですけど、<laughs> 感覚的に、結構この部署にいてとか、この番組で、だじゃあどんな成果を上げましたかって言われても、はい、いや、まあ自分なんぞがその成果というよりも、まあ一生懸命、周りの人と頑張りましたぐらいしか、なかなか特に若手だと言えないのかなっていう思いもあって、その辺をこう、ちゃんと文字に起こすっていうことですよね。そうですよね。あの結果っていうふうに言われると、まあ1年目に頑張って書いた結果が、 2年目になると大した結果じゃなかったなあれはっていうふうに思えると思うんですね、はい、これやっぱり可視化して言語化して置いておくことが重要で1年経った時にあ あの時自分はこれ結果出したって思ってたけど今思うと大したことなかったなってそ,れをその差分が成長だったりするので、はい、まあそれを考える意味でもあまり小難しく考えず、はい、その時々になんか思っていることを大それたことやってないって皆さんおっしゃるんですけど、はい、でも隣の席の人よりもちょっと自分のが得意だったことって何かなっていうところから考え始めていただくので十分かなと思います。 あとはこのプライベートってありますけどこれはプライベートでどんなことに取り組んだかみたいなことですかそうですねプライベートでの変化例えばまさに結婚だったりとか、はい、出産だったり引っ越しだったりとかそういうことも書いていただいていいと思いますしあとあの仕事とは関係ないんだけれども自己研鑽に取り組んだよ、はい、何かの研修に出たとかセミナーに参加したとか何かこう地域のワークに一緒に出てみたとかそういったこととかもぜひ書いていただくと良いと思います。 あとはそのキャリアの場合で言ったら例えばじゃ育休を取得しましたみたいなそういうこともじゃ書いてみたりとかはいもちろん書いていただきたいですそこで多分価値観が変わる後から思ったらこの時の育休で自分の生き方の価値観に影響を与えたなって振り返れたりもするのでそ,その時は気づかなくても、うん、何かの規定になってたりはするので書いておいたい方がいいと思います確かに何か目的意識とかその自分のある意味もうちょっと広く考えると人生の優先順位みたいなものが 変化したりしますもんね。そういったものをこのフレームワークでえ棚卸ししていって見ていくっていうことですよね。あ、はい、これ結構あれですか？じゃあ、もうあのこう転職相談とかをされる人にはこういうものを示してこうやってみてください。みたいなことになるんですか？ はい、そうですねまずは書き出してみましょうというふうに、はい、あのお話をさせていただくことが多いです、うん、やっぱり白紙の職務経歴書を書きましょうってやるとうっとなるんですけど、はい、まずは書き出してみてくださいというところから始めると結構皆さんわっと書いてくださったりとかしてじゃあこれをきれいに企業様に提出できるように書き換えてみましょうというふうに分かりました。じじゃゃあこここううういいとととを、えー、棚下ろしして、えーまあ、フレーームワークみたいながができるそうするそす今じゃあ自分が 転職するべきなのか、はい、いやそれとも一つの会社今の会社っていうところに、まあ、もう少しコミットして、えー、どん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 キャリアのステージみたいなことを上げていくっていうこともできるっていうはい、はい、そうですねはははちょっと話を戻させていただくと、まあ、この市場価値が分からなくならないようにちゃんとこの節目節目で棚卸しをしていきましょうっていう話をさせていただいたんですけどもちょっとこの節ごとの話から少し派生をしてマラソンに例えて。 働くとということをちょっと表現させていただきたいなと思いますが、はい、フルマラソンを走る時に例えばここがゴールだとした時に42.195キロここに向かって走るっていうふうに決まったら多分こうペース配分をしていくと思うのでね長距離走をする時にちょっとここら辺で休憩してここで全作力でってことを考えてやっぱり長い道のりの時って。 自分からブレーキ踏んだりとかもすると思うんですけども、まあ、これが旧来の働き方だとしたときに、うん、今おすすめするのは、やっぱり自分でこうしっかり節目を作っていくっていうことなので、ちょっと短距離にしていただいて、一<ー>回こう振り返る。はい、で、また全速力で走ってみる。はい、また振り返る。 ちょっっっと方向違うかもしれないってないてたりすするんですようん、うん、ちゃんとここで振り返っておくとここがゴールだと思って走り始めてみたんだけども新卒の時はここかなと思って走ってみたんだけどちょっと自分が成長していったり、まあ、労働市場が変わっていったりとか景気が変わっていくことによってあれ自分のゴールってこっちだったのかもしれないみたいなことに変わっていったりとかしたらあじゃあこっちに向かってみようかなこうかなみたいな風にゴールがわからない時代においてこう 小刻みに行き先を決めていくという働き方がとても大事だというふうに思っています。なので、それに気づくために、ちょっと変わってる、ゴールが変わってるかもしれないというふうに気づくためにも、また、この一本一本をちゃんと全速力で走るためにも、一つ一つここの節目で振り返っていくということが大事だと。ああ、でもこれ分かりやすいですね。だからこれはあの一つの会社にいたとしても、はい、あの、今みたいなこの要は走り方。 はい、を変えるっていうのも有効だよっていうお話ですよねそうですそうですで、もちろんここの合間にあ転職だな転職しか手段がないかもしれないこっちに行くにはっていう決断になることももちろんあると思いますし、はい、でも会社の中で方向転換をしていけるということであればもちろんあの転職をするということだけがすべてではないということですねそうですよねだからそれが本当話つながってきて多分メリットデメリット分かりましたフレームワーク棚卸しできましたってなると じゃあどこまで今全ちょっとペース上げてやったほうがいいのかとか、はい、自分の中の中モチベーションにももなりますすんねねそうです、ね<ー>はい、何のためにここにいてこれをやってるのかっていうこと、はい、はっきりさせて短距離で走るっていうことですね。そうですよねそれをちょっと見失いそうになってしまった時期が私もあるんですけどもうん、うん、でもまさにそういう市場価値みたいなことが分からなくなった時は一回書き起こしてみる書き出してみるっていうことが有効になってきたりするっていうことですね。なるほど これみんななやった方がいいな日常的に、うん、あの先ほどハセンさんのお話の通り、はい、10年間アナウンサーやりました1年目の時に何の番組担当して、はい、どんな思いでどんな結果でしたか、はい、覚えてないですよね、おそらく。覚えてないです、ね、ですねあんまりそこまでは、うん、なので、まあ、基本的には1年に1回ってさっき話ありましたけれどもやっぱりこれ日常的に書き留めておくと。 結果として転職の時にはそのまま職務経理秘書に使えますし、はい、転職をしなくても社内でこう評価ミーティングとかあると思うんですよ、そ、はい、らく。で、どんなことやってきたのって上司に言われたときに、はい、こんな思いでこんなことをやってきましたっていうことをアピールする材料にもなるので<ー>そういった意味でも日常的に書いとこうがいいうがでしょうねそれ、とても今共感して、うん、あのこういうことで多分自分で意識的にじゃあ今、この映像を見てやってみようっていう人いると思うんですよ、じゃあそれをじゃあどう使えばいいのかなってなると思っていて。でも上司にに相談した時に 私はこういう道を歩みたいんだってことを示せますもんね。そうですね。はい。ああ、これを自分で作るっていうことが重要ってことですね、はい。はい。そうするとこう行きたい方向もなんとなく言語化されてくるので、はい。はい。やるメリットは十分あるかなと思います。そうなってくるとですよ。こうちょっと三つ目の外に開くことの勧め、はい。こう矛盾するようにも感じちゃうんですけど、はい。どんなところに矛盾を感じていらっしゃいますか？そのいや今このね走り方の話ありました。はい まあ、一つの会社にとどまる、まあ、メリットもありますと棚卸しもできました外に開く必要があるのかなって今一瞬クエスチョンマークついちゃったんですけどはいありがとうございますこの市場価値が分からなくなるっていうことってちょっと付随するんですけれどもあの適応力が下がっていくっていうこともちょっとデメリットに付け足させていただきたいなと。 いうふうふに思いますなるほど。環境適応力というものが年々下がっていくんですね。うんうん、で、あの、それはやっぱり子供の方が転校してからも馴染みやすいですし、やっぱ社会人になって転職するって先ほどのストレスの大きさにもあった通り、うんうん、環境を変えていく、それに馴染んでいくというものは、 相当な筋力が必要だというふうに思ってますのでそれを鍛え続けないと徐々に人は落ちていくなのであのそれを鍛え続けるために外に開いていくということをちょっと最後のテーマにしていきたいと思いますでも逆に言うと鍛えられるっていうことですねはいそうですねあの転職しなければ鍛えられないスキルかというとそうではなくて、はい、もちろん転職を繰り返すことも鍛える手段 だとは思うんですけれどもうん、うん、まあ永遠に転職をしていくわけにもいかないですので転職に近いというか自分の環境を少しずつ変えてみるちょっとずつ刺激を増やしてみるということは同じ会社で働き続けてもできますえ、でも具体的にどうしたらいいですかそうですね一番シンプルな方法は副業をしてみるみたいなところがわかりやすいかもしれないですねあ,<ー>あの普段働いている人たちと違う方々とちょっとプロジェクトを組んでみてあ、自分って 知らない人たちの中ではこんな自分になるんだとかこんなにちょっとお臆してしまうんだとかリーダーシップ意外ん取れないなみたいなこととか、まあ、ちょっとその例えばパソコンの環境メールの環境が違うだけでこんなに自分でちょっと一瞬ひるんでしまうんだみたいなことが分かったりだとか,か、はい、ありますね。 ま,まずアカウント作ってあれこれってどうなってるんだっけってなるじゃないですか、はい、どこに返事すればいいんだっけってなるじゃないですかとか、まあ、そんな小さなことであってもやっぱり人ってどんどん面倒くさくなっていくんですよね。でもいろんなプロジェクトに顔を出したりとかいろんなコミュニティに顔を出してあこんなやり方があるんだこんなコミュニケーションの取り方があるんだって分かってくると外に出ていくとか転職をいざしないといけなくなった時にもそんなに怖くない。 はい、そうですね。なんで小さく筋トレをし続けるということが大事ですね。これでも、大浦さんも前、以前までのその講義で話してましたけど。あの弱いつながりって話だった。じゃないですかそうですね。はい、かそれをまさに、この外に開くっていうことになるんですかね。なると思います。あの、まあ、前回の話は。 弱い中退の強さっていう話で外とのつながりを緩く弱くでもいいから持っておくといいと、うん、で外に開きましょうだとか副業しましょうっていうと少しハードルは高いかもしれないですけどちょっと普段会わないの人たちが集まってる飲み会に行ってみるとか勉強会に参加してみるとかそういうことの中で意外に自分のキャリアを評価してくれる人がいたりとかやりたかったことに出会えたりってこともあると思うので基本業がちょっとおろそかになっちゃうみたいなケースってないんですか どうです,かですやっぱりそこは気をつけていただきたいです、ね、ほえ、はい、てして副業がすごくよくて価値発揮できていて活躍している人っていうのはやっぱり本業もちゃんとやってる人が多いです。<ー>で本業おろそかに副業であのそれなりに成り立ってる方っていうのはなんだかんだ長続きしなかったりだとか、はい、結局のところはそちら側に転職をするっていうことのケースが多いと思います、はい、でそれはそれでもいいと思うんですけどよくあの e ンジャパンっていう団体が、はい、あの大企業に勤めている若手有志 のワンジャパンっていう団体が素敵な私好きなフレーズを言っていて、はい、やめるか、えー、染まるか<う>変えるかっていうフレーズを言うんですよ。はい、文句があったりおろそかになるんだったらやめろよ、うん、や,めやめようよそこまで強く言ってないかもしれないですけどやめようぜともしくはとことん今大企業に勤め上げる時代じゃないとか言われてるけど徹底的に染まって。 しっかりと勝ち明けしようぜっていうのもあ,りあると思いますしうん、うん、何か違和感があるんだったらその大企業を変えようぜと変えるかっていうだからやめるにしても染まるにしても変えるにしても、はい、やっぱり全部おろそかではないってことですよねそれなりにやっぱり集中をしてでただ、まあ、今までやってきたことが意外な何かと組み合わさって本業に価値が生まれたりだとかうん、うん、その逆もしかりだったりっていうことにはなると思うので。うん、そうでですすねねおっしゃる通りです、ね、本当にだから さっき私が言ったみたいに多分多くの人が漠然とまあ頑張ってるとかなんとなくじゃあ評価されてないって思い込んでしまったりとかでくよくよしちゃうケースってあると思うんですけどそれ一回ちょっと立ち止まって自分でこういうふうに可視化させてみるでそれでまたモチベーションが上がるとか、まあ、まさに走り方の変化もありますけどそこは全集中して今この期間やってみるってなるとあじゃあ ななんかか変えてみようかな環境変えてみようかな、いや、もっとこの環境にいて今せっかく人脈もできたし、まあ、安心感もあるし、居続けてみようかなっていうことに気付けるってことですねです、うん、なるほどな自分で決めてるっていうことですね、もうそ,そういうことですよね。はい、これでかつまりそのキャリアオーナーシップっいうことにつながるんですかね。そうだと思いますですよね。ですよね。ですよだまさにじゃないですか、もうキャリアの主導権ってそういうことですよね、川島さん。 ゴールにもたたたたどり着いていただいたみたいてだみです <laughs> 自然と今この話をまとめてたら、はい、そういうことになりますよねはいそうですね<ー>会社が主導権を持つのではなくて自分が主導権を持って短距離走でこうしっかり目の前のことを走っていくっていうことをキャリアの主導権を持ち続けるっていうふうに表現させてもらっています、うん、そうですよねなんかこう会社に会社の方がいろいろやってくれるってちょっと思いがちなんですかね まあ転職のみならずですけどキャリアって考えるとんとなくそんな感じがしてみんなそう思い込みでんでるのかな思,、うん、思いがちですし、はい、事実そうだったと思うんですよ今までは会社がいろんなことをやってくれちゃったんだと思うんですよねでもうそういう時代じゃないよということなんだと思うのでそのためにも自分で主導権を持ってもらいたいこれを持ち続けることによって、まあ、まっとに豊かな人生にしていくすべ、まあ、を身につけるっていうことですよね。 たたたたどどりり着着きままししねねいいちゃスタートは半信半疑なところあったんですけど、はい、確かにおっしゃる通りですねだからあの僕の周りも結構その本当に悩んでるんだけどなんか一歩踏み出せないみたいな話があってあのキャリアチェンジを考えてるんですって話をもらうことがあるんですけど、まあ、いてもいいじゃんっていうでもそのい,るいるならその理由もちゃんと自分の中で明確化しようよっていう、うん、なんかそういうコミュニケーションなんですかね。 あの続けるにもやめるにもちゃんとした理由が必要でそれを自分の中でちゃんと理解できればあの自分で決めていて前向きに進んでいけるんだというふうに思うんですよね。はい、なので転職することが絶対でもないですしとどまることが絶対でもないですし、うん、何か一つをこうリスクだみたいなことに言うのではなくて一つ一つ自分であの解釈をして自分で決めていきましょうっていうことだと思います。あれじゃないですかか例えば給油、まあ、だか学生時代の友達だとにに会った時に ずっと同じ会社20年いて、はい、同窓会かなんかに行った時に、うん、ずっと同じ会社いるんだって言われた時にいやそうだよと。 こういう理由があってこういうことやりたいから今の会社にいるんだよねって胸入って言えるんだったら全然いいてと思うその会社にいるからこその仕事ができているていう感覚なんだと思うのでただ、外にもアンテナ立てとかないとそれが本当にずっと続くかっていう意味で言うとリスクはありますよっていうのはますねまさしくキャリアの主導権を持ち続けるというゴールに行き着いたということですね。さんありがとうございます 俺さんじゃあ次回はもう僕ないと思うんですけど、はい、このキャリアについてもう, <laughs> もう相当学べましたよ。今日冒頭、川島さんから30代の転職支援が多かったという話を、はい、があったのと、まあ、2回目の動画でもやっぱり40歳までなんじゃないかというこの転職限界説的なものを少し頭出しさせていただきましたが、次回は 転職は40歳までというまあこの誤解ですよね、うん、40を超えても転職をしてらっしゃってまた活躍している人もたくさんいると<ー>この誤解について専門家また読んでますので深掘りしたいと思います次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました 明確な専門性があることも強みだしさまざまなことに対応できることも強みってこれでも大げさじゃなくてミドル層チャンスですねその会社のカルチャーとかその会社のやり方とかこういったものを捉えていただくことがなんかすごく重要だなというふうに思っています私ずっと気になってるんですよハイクラス転職のの本当のところハセンさんは即戦力ですか私は即戦力でしょう取れなかった20代を補充しようと 転換点になる42.5歳これ面白いデータですね、はい、40過ぎたら転職しちゃうかもしれない <laughs> <laughs>